秀です。よろしくお願いします。ラストシンデレラの第8話の感想動画ですね、はい、面白かったです。このドラマはですね、見るたびにその回が一番面白くなるっていうような、ドラマですね。視聴率がいいドラマっていうのはそういう傾向があるのかもしれないですね。見た回が一番面白くなる、だから次の回を早く見たくなるっていう。で、見たらその回がまた一番面白くなるんで、また次が見たくなるっていう、まあそういう感じがしますね。このドラマもやっぱりもうどんどん見たくなるんですよ。で、それはただ単に面白いからだけじゃないんですよね。ストーリーがだんだんしっかりして、ストーリーに厚みが出てきてるんですよ、毎回毎回、そのバランスがすごい良くて、ただちょっぴりエッチなラブコメっていうだけのドラマじゃなくって、ストーリーにも厚みが出てるんで、面白いんでしょうね、はい、ちょっとエッチなラブコメってもう同じような話をですね、ずっと何回も何回も繰り返して、ちょっとグダグダになりがちな感じがあるんですけど、このドラマはそんなことなくて、ちゃんと話がしっかりしてですね、問題が起きては解決して、問題が起きては解決してみたいなのを繰り返したりとか、まあ毎回ゲストが来たりとかですね、今回もゆらりこさんがゲストで来てましたけど、メインのストーリーにはそんなに関係ないんだけど、ドラマに与えるスパイスとしてゲストを入れるっていう上手いやり方をしてるんだなと。面白いですね。だから、で今回に限っては、まあ三浦璃子さんがゲストで来ましたけど、そんなに大きな、まあストーリーに影響を与えるような役割ではなかったと思うんですけど、最後の一言、さくらさんについて、だから凛太郎がまだ気づいてない気持ちをですね、さくらさんが好きだっていうことにまだ自分でも気がついてなかったところをですね、この今回のゲストの女性三浦璃子さんは気づかせたっていう、まあそういう大きな役割があったとは思いますけどね、はい、でドラマの8話のメインの話としては、やっぱりその凛太郎が桜さんの、自分が桜さんを思う気持ちに気づいてしまったっていうところだと思うんですよ。残り8話だと9、10、11、この3話でググッと接近するのか、どういう行動を取るのかっていうのが、まあ見てる方法としては楽しみなんですよね。はい。で、春馬くんと桜さん、春馬くんと桜さんっていうか、その、ヒロトと桜さんの、イチャイチャ度はですね、すごい増して、今回もかなりイチャイチャしてましたよね。コメントでですね、まあ7話、8話のイチャイチャはすごいですよ、みたいなのは結構出てたんですけど、来てたんですけど、8話は本当にイチャイチャはすごかったです。見てて恥ずかしくなるぐらいのイチャイチャ度でした。で、篠原涼子も、さくらさんも、もうなんか、もうコントみたいな感じでしたね。なんですかね、ボケみたいな。思い出して笑っちゃうんですけど、面白かったです。ただ、それで終わらず、ヒロトの、影の部分みたいなところを桜さんに打ち明けたっていうところもあって、まあだんだんこう、なんですかね、話が、深いところに入ってきたので、ストーリーとしても楽しめますよね。だから僕は、凛太郎がだいぶこう、桜さんが、凛太郎のが先にっていうか、今後どうなのか分かんないんですけど、桜さんは完全にひろとくんにメロメロじゃないですか。だけど、桜さんは、凛太郎の気持
気持ちというか、凛太郎にも、凛太郎のことを気になってくるのかなっていうのが、僕の中にあるんですよ。もうあれだけ、ヒロト君のことを、一直線になってるじゃないですか。ここからなかなかこう、凛太郎の方に気持ちが行くっていうのは、なかなかないんじゃないかなと思うんですけど、残り3話でどうやって動かすんですかねっていうのがありますね。おそらく凛太郎はもう自分の気持ちを自分の気持ちに気づいてしまったので、なんとなくこう、さくらさんにアプローチしていくと思うんですよ。今後。で、だけど、もう、さくらさんは全然凛太郎に対して、そういう気持ちがないじゃないですか。うん。まあ、あるとしても 1% か 2% ぐらい。まあちょっと自己的なキスとかしちゃったんで、でそれとかその一緒にいて自然でいれる、うん、関係の方がいいよねっていう話をまあ凛太郎としたっていうところぐらいで、まあやっぱり友達っていう印象の方がやっぱ強いんですよね、さくらさんは。これをぐっとこう凛太郎の方に行かせる、おそらくその三角関係にしたいわけでしょうから、うん、まあドラマのストーリーとしてはですよ、うん、凛太郎がもっとこうかなり強めにアプローチしてですね、さくらさんの気持ちを引きつけなきゃいけないわけなんですけど、今の時点でなかなかそれは難しいかなと思いました、うん、僕はここのそこがですね、この話のこのドラマの肝だと思ってるんですよ。これをうまく、これがあまりにも安直に、桜さんの気持ちが、その、凛太郎の方に行って、ヒロトと凛太郎の三角関係みたいな感じになって、どっちにするか悩むっていうんだと、ちょっと、まあ、安直すぎる感じがするんですよね。うん、その辺、もうちょっと、うまく、微妙な感じでやってもらえると、ちょっとリアルさが増すんで、面白い。もっと引きつけられるかなと思うんですけど、どうなるんでしょうかね、はい、そこが楽しみです、僕の中で、うん、凛太郎がどういう風に動くのか、どういう行動を取るのかっていう楽しみですね、はい、そこを注目して見ていきたいなと思ってます、僕は。で、あとそのまあ相変わらず遠藤章造の家はまあごちゃごちゃしてまして、まあ仲直りする方向になってきましたよね。僕、島先輩と、ミキさんの関係も修復するんじゃないでしょうかね。と同時に、その旦那さんとの関係も修復していく。はい。島さんですね。僕、志保さんとかって言ってたの、7話の時、間違ってあったんですけど、飯島直子さん演じる島先輩ですね。彼女もまあちょっと闇を持ってるじゃないですか、影みたいなね。それがだんだん、まあ終わりに向かってどんどん解消されていくんじゃないでしょうかね、うん、まあここの友達関係のまあ修復はおそらく遠藤章造がまあ何でしょうかね、なんかお腹痛くて倒れちゃいまして救急車運ばれちゃったんですけど、そのどさくさに紛れてみたいな感じでこの関係は良くなっていくんじゃないでしょうか。そんな感じがします。ただ、娘の、誰だっけ、ちょっと忘れちゃいました。娘、誰でしたっけ。本当最近名前が出てこなくて、吉根京子ちゃん。吉根京子ちゃんですね。あれ、名前間違えてないかな。ちょっと不安ですけど。はい。が、まあ、お母さんが、要するに、その、ミキさんが、姑さんに言いたかったことを代わりに言ってくれたっていうような回でもあったし、うん。まあ、いい役でしたね。うん。
可愛いですね、あの子はやっぱり、うん、ああそっかそっか、この子が今の芳根京子ちゃんの顔になるんだなっていうふうに思いながら見てました。うん、可愛いですね。うん、ただそんなにでもめっちゃ可愛いっていう感じではないんですけど、僕は芳根京子ちゃんが出てる映画でですね、松坂桃李君と共演してる映画があるんですよ。またそれも忘れちゃったんですけど、なんだっけな、居眠り岩根だったかな、なんかそういう時代劇があるんですけど、そこに出てきた芳根京子ちゃんの松坂桃李君見つめるシーンがあるんですけど、その目がですね、ほんとキラキラしてて、すごいなんかこうなんですかね、純粋な子に見えたんですけど、そのオーラがすごかったんですよ、その映画の。だけどラストシンデレラに出てる芳根京子ちゃんはそんな感じしないんですね、やっぱりその特にそんななんていうんですかね、すごい可愛いなっていう感じもじゃない、よくいる、まあ、感じがするんですけど、子役で別にそんな特に可愛いって感じしませんけどね、すごい成長するんですね、まあ、そういうなんですかね、見抜くプロダクションの人とかってその将来性を見抜く力があるんだなとかって思いました。この子が、大人になるとどういう風になるのかっていうのを見る力がやっぱあるんでしょうね。それを思いましたね。芳根京子ちゃんもそうですけど、その誰だっけ、僕のいた時間に出てきたね、あの子出てこないね、俺すぐの彼女もそうだし、大人になるとガラッと変わっちゃうんですよね。この辺もこう僕は楽しんで見てますね。はい、そうですね、まあそんな感じで楽しんでます。ちょっと今日長くなっちゃいましたね。はい、また9話見たら動画アップしますんでよろしくお願いします。はい、失礼します。ありがとうございました。